ってきたのは国際連合本部。国際連合では2012年から3月21日を世界ダウン症の日と制定し、さまざまなイベントを通して世界中に向けてダウン症に対する差別解消と支援を呼びかけている。この日翔子さんは日本代表として世界に向けスピーチをしにやってきたのだ。世界各国の支援者、そして母安子さんが見守る中、翔子さんのスピーチが